性のあるサロン作りがポイントになります。規模感とか地域性によって特性はかなり変わってきますが、自分の土俵で戦うことがめちゃくちゃ大切になります。自分の土俵というのは人生に目指すも。こんにちは、加社長です。加社長、これから脱毛サロン開業するんですけど、証券って大事じゃないですか。めちゃくちゃ大事ですね。なので証券別の集客方法とかあったら教えてください。もうすでにね、証券別って言葉は出てますけど、実はですね、脱毛サロン開業するときに証券分析めちゃくちゃ大事になってくるんですけども、集客ね、それに合わせてね、変動させた方がいいので、そちらについて今日はね、解説していきたいと思います。この動画を見ることによって、脱毛サロン開業するときにね、自分の証券がどれぐらいだったらこういう広告とかね、集客方法がいいんだっていうのが分かりますので、これ分かんないままね、この動画見ないで対応してしまうとですね、自分の証券と全然適してない広告で無駄にお金がかかったりとか、もうそもそも集客ができなくてビジネス立ち行かないってことになってしまいますので、これをね、参考に脱毛サロンの開業にね、役立てていただければと思います。まず一つ目がですね、1万人から5万人のエリアに出店を考えている人向けの集客方法になります。一つ目が紹介ですね。証券が小さければ小さいほど横のつながりって大事になってきますし、紹介っていうのはめちゃくちゃ有効になってきます。紹介をもらうためには口コミとかレビューとかっていうのがめちゃくちゃ大事になってくるので、そこをもらえるような施策だったりとか、もらえる仕組みを作ってですね、紹介客を増やすってことを念頭に置いて脱毛サロンの開業に臨んでいただけるといいと思います。そして二つ目が看板です。看板って思うと思うんですけど、1万人が5万人のエリアって大体多分車社会のところがね、多いかなと思うんですけども、看板ってめちゃくちゃ有効なんですよ。僕はあの神奈川なんですけど、箱根とかでもね、なんとか温泉はこちらみたいな看板あるんですけど、結構地方に行けば行くほど大きい看板でね、どこどこはこちらとかね、ああいうのはね、めちゃくちゃ大事になってきます。単純接触回数って言って、同じ道を通ってると同じ看板何回も見るじゃないですか。で、何回も見てるとあれって何なんだろうなってどんどん気になってくるんですね。看板は小さい証券出す時にはかなり有効になってきますので、覚えておいていただければなと思います。そして3つ目がチラシですね。地方になればなるほど有効になってくるような広告媒体になってきます。でクリエイティブにこだわったりとかね、どういう風に巻くかっていうのももちろん大事になってくるんですけども、チラシっていうのも参考にしていただければなと思います。そして2つ目がですね、5万人から10万人の規模ですね。一つ目がですね、LP ですね。LP というのはランディングページと言いまして、1枚でね、パーッとサロンの情報が載っているようなものですね。構成とかっていうのはめちゃくちゃ大事になってるので、ご自身で作るのはあんまりおすすめではないんですが、構成に沿った LP だと人間の心理学に基づいて集客をすることができる。広告をね、回すこともできるので、かなりおすすめです。そして二つ目に、ホットペッパーですね。ホットペッパーはね、言わずもがなで結構皆さん使っていると思うんですけども、5万人からとちょっとね、微妙かなと思うんですけど、5万から10万のエリアぐらいになってくると、ホットペッパー有効になってくるエリアも増えてくるので、ホットペッパーも競合エリアで絞ってみるとどれくらいいるかなっていうのが見れるので、ある程度の店舗数が載ってるエリアだったら逆に可能性があるので、ホットペッパーねちょっと検討していただけるといいと思います。ただ中がねちゃんと重要になってきますので、写真だったりとかページの構成だったりとか文言とかねちゃんとするとある程度掲載してても全然集客ができる媒体になってますので、活用方法も含めてホットペッパー検討していただければなと思います。そして3つ目が紹介ですね。先ほどね1万人から5万人の時にも言ったんですけども、まあ、10万人以下のエリアだったら紹介っていうのはかなり有効になってきます。どのエリアでも有効にはなってくるんですけども、小さければ小さいほどね絶対活用した方がいい集客媒体になってますので、紹介っていうのもね改めてチェックしていただければなと思います。そして3つ目がですね、10万人から30万人のエリアですね。これが多分出店をするときに一番皆さんがね出すエリアになってくるんじゃないかなと思うんですけども、このエリアはまずホットペッパーです。10万人以下のところはねホットペッパー聞くとこと聞かないところあるよって話したんですけども、10万から30万のエリアはもうホットペッパーは主流です。ただ上のプランを契約する必要はなくて、全然下位のプランでも内容を突き詰めることによってホットペッパー内の SEO だったりとかお客様の動線っていうのをね踏み取ってホットペッパーのページ構成をできると、30万人以下のエリアだったらねホットペッパー今かなり主流の集客媒体かなと思いますので、活用方法ありきなんですけども、ホットペッパーかなりおすすめになります。そして2つ目が LP にプラスリスティングですね。 Google で上位検索をされるためには SEO とあとリスティングでね広告って言ってお金をかけてね上位に来るようにする方法があるんですけど、前者の SEO っていうのはかなり難しい業界になってます。リスティングも今広告単価めちゃくちゃ高くなっているので、30万人以下のねところはかなり有効なんですけども、広告っていうのもねいいと思います。これはですねやっぱ LP も広告もプロに任せせの僕は逆に費用対効果が一番いいと思うんで、そこを節約してねご自身でやられると LP もね時間と労力と
お金かけたのに中途半端みたいな、広告も回してるけど全然こうお客さん来ないみたいな現象になってしまうので、プロありきになりますけども、逆にプロに頼んでる人はあんまりいないと思いますので、そこをね任せることによるコスパっていうのはめちゃくちゃ大きいかなと思うんで、ぜひ参考にしていただければなと思います。そして3つ目が SNS です。特に TikTok とかインスタになってきますね。30万人以下だとですね SNS かなり有効になってきます。 TikTok とインスタっていうのは認知とか興味を取るのにめちゃくちゃ有効なプラットフォームなので、拡散されやすいんですよね。 TikTok でバズって集客ができてるサロンさんっていうのはね、証券30万人以下ってめちゃくちゃいっぱいあるので、 TikTok で認知を取るとかね、でそっからインスタグラムに飛ばして、インスタではもうちょっとね教育ができるような役立つような情報をねたくさん上げていくみたいな使い方をできると一番いいので、 TikTok で認知を取ってインスタで教育をしていく、この動線ができると30万人以下のエリアだったら SNS かなり有効になってきます。インスタとかね TikTok も広告回せますので、全国に向けて発信をしてるんですけども、広告を回すことによってエリアを限定できるので、よりコスパよく集客ができるようになってきますし、この SNS のね投稿を続けられない人とか、そもそもね広告を回すことなんて知らないっていう人もいっぱいいますので、30万人以下の証券の人は TikTok やインスタメインで運用と広告セットでね検討していただければいいかなと思います。そして4つ目が30万人以上のエリアになります。これはもう主要都市と言われる部分ですね。一つ目がですね、SNS とインフルエンサーマーケです。これはね、例えばグルメとかでもあるんですけども、特化したインフルエンサーに来ていただいたりとかするとめちゃくちゃ有効なんですけど、チラシがないインフルエンサー呼んでもあんまり意味ないので、ここはね、要検討になってきますけど、SNS はね、もう必須になってきます。そして二つ目がですね、さっき言った TikTok、インスタにプラス YouTube になってきます。30万人以上の主要都市になってくると、YouTube かなり有効になってきます。ただ、SNS のプラットフォームの中で、YouTube は一番重い作業になるので、ほぼね、やってる人がいないんですよ。やってる人がいないってことは、やったもん勝ちなんですよ。しっかり YouTube やることによって、そこからの集客とか、ファン化っていうのはめちゃくちゃ進みやすいので、ぜひ YouTube もね、やっていただければなと思います。そもそも、競合優位性のあるサロン作りがポイントになります。これはですね、集客方法ではないんですけど、集客をね、意識した開業前の話なんですけども、そもそも30万人以上の競合が多すぎるので、競合優位性があるようなプロダクトを作らないと絶対勝てないので、これは、集客方法ではないんですが、前提条件として覚えておいていただければなと思います。以上のように、規模感とか地域性によって、特性はかなり変わってきますが、自分の土俵で戦うことがめちゃくちゃ大切になります。自分の土俵というのは、自分がやりたいことという意味ではなくて、自分のマーケットを理解して戦うということになります。魚のいない釣り堀にね、竿を投げても釣れないですし、魚がいたとしても、餌を間違えたら釣れませんよね。なのでマーケティングってかなり大切ですし、見知ったら終わりになりますので、ぜひ皆さんね参考にしていただければと思います。証券の人数によって攻め方がそれぞれ違うんですね。これ意外とね知らない人多いんで、ぜひちょっと参考にしてほしいですね。めっちゃ有益な話かなと思います。めっちゃ勉強になりました。ありがとうございます。その他勝社長に質問がある場合はどうすればいいですか？ありがとうございます。動画概要欄の公式 LINE で僕とねマンツーマンでやり取りができるような公式 LINE 設置させてもらってますので、ぜひ今のうちに友達になっていただいて、個別でねやり取りさせていただければと思います。脱毛器の選び方ですとか、今みたいなマーケティングの話ですとか、脱毛に関わること無料で相談乗らせていただいてますので、動画概要欄の公式 LINE 今のうちに登録していただいて、今10大特典もねプレゼントしてますので、特典受け取ってね勉強もしていただければと思います。そしてこれからもたくさん動画上げていきますので、今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。全身脱毛30分でいくら儲かるって書いてあるから、全身脱毛980円で2回で終わるって書いてあるからいいなみたいなね、情弱極まりないので、皆さんがね搾取される側として大損したくなければですね